皆さんこんにちは、こんばんは、しんどです。よろしくお願いします。はい、今日はちょっといつもと趣を変えまして、はい、ご飯を作るんじゃなくてね、この新商品のアサヒの生ビール、はい、マルエフってやつ、マルエフね、これがね、なんかすごい話題で4日で出荷停止になったっていう噂なんだけど、はいはい、うん、これをまあ飲もうかなっていう、せっかくだから、はい、そうだね、美味しそうだもんね。ただ飲んでも面白くないなっていうことで。確かに。ということで、もうここ3本並んでますけれども、はい、並んでます。アサヒのマルエフ、あとスーパードライ、スーパードライ、アサヒスーパードライ、はい、でもう一つがドライゼレロ。これを、はい、まあ3つ飲み比べてみようと。はい、ただね、はい、普通に飲み比べても面白くない、飲み比べても美味しいねぐらいしかないから。そうだね、このまま飲んでも面白くないっていうことで、はい、まあ飯食いながらですが、はい、当てっこしようかなと。当てっこ、当てっこ、はい、まあ要は僕が後で隠れるから、これ家賃に注いでもらって、どれがどれかっていうのを、はい、僕がちゃんと飲み分けられるのか、やってみたいね、うん、これね、実は飲んだんだ、これ昨日チラッと、うんうん、飲んだんだけど、これ単体で飲んだね、あえて、うん、まあまあ美味しかった、まあ、普通に美味しかった。で、はい、とスーパードライはまあ用飲んでるから分かってるはず。ああ、そうね、ドライゼロはノンアルだね、ね、言うてこれは分かるでしょうという、ね、もしこれ間違えたら、うん、ノンアル間違えたらいかんな、ね、やっぱりこれ間違えたらケツバットでいい、ケツバットか、まあ頑張るわ、ケツバットいい、いいよケツバットまあそんな感じで、ちょっと今日はゲーム的な感じで、はい、お酒飲みながらおつまみつまんでいこうかなと思います。いやいや、ちなみに今日のご飯、じゃん、はい、まずこっち側が手羽先と あとキュウリのですね、ゆかりあえかな、はい、あ、そう、にゃんちゃん大好きゆかりあえ、イカゲソのお刺身、はい、最近よくね、うちで食べるやつ、そうあと、豆腐ですね、豆腐やっこ、まあ、こんな感じでおつまみも用意しております、はい、ということで、グラスはですね、あの同じようなグラスで、はい、シャチと猫と山田猫と3つ揃えてあります、はい、はい、ということで当てていこうか、はい、はい、じゃあご主人、はい、お花畑に行ってきて、はい、じゃあ向こう行ってます、にゃち注いどいてね、はい、了解でーす、 OK だったね、あの、あとバー繋いどいてね、うわはい、こういう風にしようと思います。これでいいかにゃ、はい、ただいま、おかえり、はいよ、さあ、わからんぞ見た目はちょっとこれが濃い金シャチのやつが、これがちょっと薄く見える、はいはい、さあ、じゃあチャレンジしていきたいと思います。にゃんにゃん、まず山田猫のカップからいただきます。にゃんにゃん、よいしょ、とりあえずにゃちゃんはイカを食べよう、うん、なるほど、うん、なるほどなるほど、はいはい、まあとりあえず、うん、感想はね、今言うとあれだよね、そうだね、うん、じゃあ今度金シャチのやついただきます。銀シャチ、ああ、これはわかる、なる、これはわかる、にある、猫ちゃん、はい、いただきます。うん、ちょっと待って、もう一回これ、はい、うんうんうんあ、これはね、もう いいっちゃいいけど、はいはい、うんうんうん、これは、うんうんうん、3つ入れてあるよね、ちゃんと、はい、ちゃんと入れました、うん、見ている皆さんがご承認です、そうだよね、はいとりあえずこれはノンアル、シャチはアルコールを感じない、やっぱりシャチはノンアルで、はい、問題はね山田猫とにゃん猫ちゃんのやつなんだけど、で味はね全然違うのよ、この2つで、全然味が違うんだけど、うん、こっちの濃いのね、うん、濃いってことは、うん、生な気がするんだ、こっちが、でこっちが軽いのよ、うん、でいつも飲んでるドライってこんな感じだった気がするっていう、はい、ということでファイナルアンサーこちら、手前から山田猫が丸 F で、シャチのやつがノンアルで、最後猫がスーパードライ、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、本当にこれこれでいいの、うん、これはね自信ある、シャチはさすがに自信ある、そうなんだ、うん、答え合わせ、答え合わせ、
せーのでドン。チ合ってるじゃん。合ってるじゃん合ってるじゃん合ってるじゃん。こんな感じです。合ってた。よし完璧。絵が下手でごめんなさい。パーフェクト。もうちょっと意地悪しようと思ったのにな。よかったよかったよかった。バッチリ正解でございました。よかった。いや、さすがにノンアルはわかる。本当、うん、正直ドライとマルエフは迷った、うん、あ、そうなんだ。味はね、違うっていうのはわかったんだけど、ちょっと味が濃いのよね、マルエフの方が。そうなんだ、うん、あー、そっか。ニャチもやる？逆に。あ、じゃあやろうかな。はい、ということでニャチに当てさせたいと思います。まず最初、山田にはこれ入れます。続いて金シャチ、シャチにはこれ入れます。ニャンカップにはこちら入れていきます。つまりこういうことでございます。はい、私ニャチオッケー。うん、どっちからでも飲んでどうぞ。飲まずに判断かい。え、あ、だってこれあれでしょ。あれどっちだ。ちょっと待って、自信なくなってきた。まさかの色だけ判断ね。これかな、色で見た場合。そう、ね、色で見た場合これ、はい、じゃあまあ飲んでみてください。はい、この方が色が一等薄いんだよね。うん、うん、かもしれんな。あ、これノンアルだ。にゃんこ、にゃんこカップ。うん、これだと思う。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーにゃん。はい、じゃあせーので出そうか。はい、せーのーでよ。うわぁ、嘘でしょ。いや、ほんとほんとほんと全然ダメだわ。まあでもノンアルはね、わかるよね。ゼロゼロノンアルだから。そう、あの、まあ、飲んでみるとわかる、うん、ノンアルはね、飲んだら瞬間でわかる。さすがにわかる。うん、でもドライとマルエフは、うんうん、味は全然違うんだけど、その元々のドライの味とかマルエフの味、うん、一応僕の方が味覚は確かだった。確かだったね。頑張った。頑張った。うん、まあでも、はい、どうマルエフニャッチ。うん。美味しいよねこれ。そうだね。なんかこれはね、グラスに注いで飲むべきやつだと思う。うん、名古屋飯には合いそうだよねマルエフ、うん。明らかに飲み比べると。うん。朝日ナンバーはドライに比べて全然しっかりしてる、うん、味が。どっちかっていうと、うん、なんか一番搾りとかそういうのを持ってきた方がもしかしたら分かりにくいかもしれない。あ、ドライってほら 軽いからさ、やっぱり飲み口が。これはまたやりたいね。そうだね、うん、チューハイのレモンチューハイでやってみたいかも。レモンチューハイ、レモンチューハイ4つとか3つとか難しそうだね。でもえ、あの各コンビニのやつと、うんうん、あの宝、宝さんのやつ。あ、宝の、あ、宝が入ればわかるわ。そうそうそう、宝は焼酎やからな。うん、だ、氷結と宝と、あともう一個ちょっとクラフト系のいいやつのレモンチューハイ、うん、で、それプラスコンビニのやつにしようよ、うん、オリジナルブランドの。あー、 PB か。はい、うん、PB もありだね。ね、その4種類でやればよ、うん、またやってみたいね、今度やってみたいね、うん、ね。ということで、なんだかんだで3本もうそろそろ空なんで、この辺でお開きにしたいと思います。もう、餌が待てない猫がいますんで、ご視聴いただきましてありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございます。一応味覚確からしいです。ということで、またあの機会がありましたら第2弾やっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。最後に一言。はい、今日も皆さんにいいお食事、いいお酒、いいドリンクに。で、あとは、うん、そう、今日ね、うん、金富士見たのよ。あ、よかったね。はい、皆さんに幸せのお裾分けです。はい、はい、皆さんに明日もいいことがありますように。ありますように。ということで、またの配信楽しみにお待ちください。ではでは。ではでは。